続いては特集です。広島で平和について語り合う場を作ろうと今年カフェをオープンさせた人がいます。広島とは遠く離れた茨城県生まれの店主はどうして広島に移り住みカフェを開いたのでしょうか。ご覧ください。はい、チーズ。外国人観光客と記念の一枚。ソーシャルブックカフェハチドリ社と名付けられた広島市内のカフェです。広島を訪れた人たちはこたつやテーブルを囲んで被爆者の話に耳を傾けます。茨城県からやってきた阿比古エリカさん、人と人をつなぐ場所を作ろうとカフェを開きました。聞きたいっていう方と伝えたいっていう方がここでつなげられるっていうことがすごく嬉しいです。ハチドリ社は平和公園のすぐそばにあります。阿比古さんはある特別な思いに駆られ遠く離れた広島にやってきました。阿比古さんは茨城県内の高校を卒業した後、不動産会社などで働いていました。しかし24歳の時、人生に疑問を持つようになります。会社に入って何年か経ってもうだいたい先が見えるようになってきて、週末の予定とか年末の予定とかまでだいたいこんな感じなんだろうなって見た時にもうつまんないと思って、でそんな時にピースボート地球一周の船旅っていうものがあることを知って、阿比古さんは船で地球を一周するピースボートに参加しました。旅の途中、運命を変える出会いがありました。パレスチナのガザ地区から来たザヘルさん、イスラエルとの紛争による辛い体験を聞きながら優しさにも触れました。いつ自分の命が奪われるかもしれないっていう空爆の恐怖に怯えながら生きていても優しいんだなって思った時に、なんかできることはないかな私にっていうふうに、社会のことを考える側の人間になりたい。阿比古さんは動き始めます。ピースボートのスタッフとして5年間働いた後、アートで平和を訴えるイベントなどに参加、考えることをテーマに活動を続けてきました。広島に移り住んで10年、様々な活動で原爆のことを学びました。しかし学んだことを分かち合う場所がないことに気がつきます。平和記念公園に来てる人たち、遊びたいっていうよりかはちょっと学びたいっていう人の方が多いかなと思っていて、こう感じたことをこうシェアできる場所が作りたいなっていうのも私の、コンセプトのうちの一つなので、こうして語らいのカフェ作りが始まりました。資金はクラウドファンディングなどで賄いました。テーブルや椅子、座布団などは仲間と一緒に作りました。作業をすることが考える力を生み出すと信じるからです。そして今年7月、ソーシャルブックカフェハチドリ社を開きました。わずかな力でもできることをするという南米のハチドリの神話から名前を付けました。看板メニューは8種類のスパイスをブレンドしたキーマカレー、ライスは北広島町産、そして味噌汁は出汁から作っています。ほとんどの食材は広島県産です。なんか私結構スパイシーなのが好きで、でも辛すぎずちょうどいい感じで、すごい体に優しい感じなんですけど、だけど味に深みがあってすごく美味しいなって思います。カフェでは毎月6のつく日に被爆者を呼んで被爆体験を聞く会を開いています。この日はアイルランドやアルゼンチンなどの旅行者が参加しました。一番つらいのは学校の友達、クラスメートが56人亡くなって、14歳で被爆した牧淳二さんは原爆で大やけどを負いました。
被爆体験を聞いてくれるカフェができたことを知り、初めて参加しました。いろんなところで語らせてもらってますが、本当に近くに寄っていただいて親しく語ることができるという、それが好きなんですよね。この日は6人の外国人が参加しました。初めて被爆者から聞く72年前の出来事、およそ2時間耳を傾けました。 It's very heavy and sad. Your story now in particular is really important. オープンから3ヶ月、お客がほとんど来ない日もあります。厳しいやりくりが続いています。この日アメリカから客が訪れました。アビコさんの取り組みを友人から聞きやってきたということです。被爆者の話を聞かせるという利益とは程遠い活動だと知って励ましの言葉をかけました。 It's beautiful. You have a good heart. You do. Thank you. Thank you. すごいバラバラなので、ちょっと怖くなっちゃう瞬間があって、やってることは大丈夫だよって言ってくれる人がいると、すごい嬉しいですね。昼間のカフェは夜スナックに変わります。心を開きざっくばらんに語り合う場は同じです。この夜も互いに見ず知らずの人たちが集まりました。やっぱこのなんか距離感がいいですよね。カウンターっていうか、なんかもうカウンターですよね、ない気がする感じが。辛いんだけどちょっと話聞いてとか、なんかそういう駆け込み寺的な場所になったらいいなと思っていて。原爆の悲劇に耳を傾ける一方、疑問や意見を出し合うことが平和を考えるアプローチになるのではないか、ささやかなカフェの試みが続きます。木のぬくもりが感じられる手作りの空間っていうのが、ね、まさに手作りでしたよね。距離を近く感じさせて、被爆者という方が特別な存在ではなくて、身近な家族、知人、友人のような感覚でお話が聞けるかもしれないですね。そうですね、まあ、ですから、私たちがこの祖父祖母から聞いたようなそういった雰囲気での、ね、まあ、やり取りというのも一つね、目指されているかもしれませんし、こうなんと言いますかね、こうカフェというかサロンというか、こうたくさんの人が来てね、こう気軽に話ができる場であってほしいと思いますし、はい、何よりあれですね、週末年末の予定がこれ決まってないですよね、はい、こういった生き方というのも素敵なことだと思いますね、はい。